そしたら初めてご覧いただく方もいらっしゃるかもしれませんがお芝居のようなもんなんですね漫才とかコントと違って一人でやるんですよ一人であっち向いたりこっち向いたりしながらやるのが落語なんですね例えばの外から人が来た時はこっちを向いてこんにちはどうもこんにちはーなんて言うんですね、えー、誰もいてないのにこんにちはなんて言うんですね、えー、こんにちはと言った瞬間に今度はこんにちはと言われた人に変わっておお。 誰やもたらお前かいなさあさあさあこっちやがりなこんなあしてもらいますまあまあまあそこへかけてお前この頃どないしてんねんな <laughs> まあおかげさんでぼちぼちやってますなんちゅうてねまあこっち向いてる時とこっち向いてる時と人物が変わってるということなんですよ別にこれまっすぐ向いたままでもやろうと思えばできるんですよこんにちはこんにちはおお誰やもたらお前かいなこっちやがりなこの頃どないしてんねんな <laughs> おかげさんでぼちぼちやってますただのイカれたおっさんでしょう。 ね、ですから顔の向きを変えることで人が変わったよっていうことをお客様に分かりやすくまあイメージをしていただくっていう芸なんですね。うん、で字で書くと「落ちを語る」って書きますから落語っていうのは話の最後にね必ず「落ち」ね「下げ」とも言いますけどね「終わりですよ」っていう言葉が来るんですねね、えー、ちょっと小小話話やりますよこの母士のの、ね、喧嘩の小話ね。うん お前の母ちゃんブース何言ってんのお前のおかんこそむちゃくちゃブサイクやないかお前の母ちゃん怪獣みたいなブースお前のおかん鼻毛ボーボーこれやめなさい二人とも兄弟喧嘩はどうでございましょうか えー、伝わっていることを祈るわけですが面白いですね落語っていうのをねまあでも私もねいろんなとこで落語をやらせてもらうんですよ、えー、それこそあの英語落語っていうのをやってましてねもう海外27カ国でやってるんですね。今今私私あのののの中学学校校校と高校と高そして今年の春から小学校の英語の教科書にも私 乗っててるんですすよま、えー、また見て欲しいいと思いますがだから結構やりにくいところもね経験してます日本と違ってね去年あの行ったのがねフィリピンのセブっていうところですねキリスト教の教会でした大きな教会ですよもうステンドグラスがあるような大きな教会やりにくいんですねすごくお客さんがこう笑わないというか笑いにくいんでしょうね 私が一生懸命面白いことを言っているそのすぐ真後ろでキリストさんがこう血だらけでこういらっしゃるというね、もう非常にやりにくいんですよ。そうかと思うとね、何年か前に行きましたサウジアラビアっていう国に行きました。これイスラム教の国なんですね。イスラム教のルールがあるんですよ。結構厳しくてね。 あのー、男女がねこう同じ空間に入り交じって入るっていうのが駄目なんですサウジアラビアではね、えー、結婚していない男女がねだから普通は男性ばっかりとか女性ばっかりの前でやるんですけれどもその時は一公演しかなかったんですねうんあのー、一緒にやるって言うんですよどうすんのかなと思いましたら驚きました後ろからこう壁みたいなんが出てきてホテルの宴会場みたいなもんですね真ん中から区切るんですよ。 こここに壁があるわけですねでこっちに男性ばっかり500人ぐらいこっちに女性ばっかり500人ぐらい入ってらっしゃるんですよ。えー、ただあの落語なんですね。あのここに壁があるんですよ、うん、でこういう感じなんです分かりやすく言うと家政婦は見たみたいな感じですね。 非常にやりにくいんですね。えー、もう一つやりにくいのはこっちの女性ですよ。えー、あのー、サウジアラビアではですね、あの素顔では外出できないんです。女の人は。だから皆さんこうブルカっていう黒い布の召しなんですね。名しか出てないんですよ。えー、我々はねお客様の反応を見ながらやる芸なんですよ、えー。もう反応がないと本当にやりにくいんです。名しか出てないんですよ。もう今日のようにあの誰もいないっていうのは本当に究極やりにくいんですけれども。 でも唯一だからわか,かる受けてるかどうか分かるのが私が面白いことを言うとお客さんの口元の布がこう揺れるっていうふェふェふェフェフェってねこの揺れで判断するとかねいろいろと大変なことがあるんですけれども、えーまあ、今日はご夫婦のお話なんですがねまああのー、ご夫婦で今一緒にご覧いただいている方もひょっとしたらいるかもしれませんがまあ本当に夫婦というのはおかしいもんですよ。 うちも奥さんがあの1人いらっしゃいましてね本当にこの人があの天然なんですよ天然ボケっていうやつですね、えー、あのどれぐらい天然ボケかっていうとこの間の嫁さんのお母さんがですね薬を本当にたくさん服用してるんですねもう10種類ぐらい飲んでるんですよ。 飲み忘れるもんですからね飲み忘れたら教えてね言われてるんですね、えー、この間嫁さんの実家行ったら夜中ですよ嫁さんが「お母さんちょっとお母さんちょっとお母さん起きてちょっと睡眠薬飲む時間よ」うん。すごい静寂ですけれども、えー、まあね、えー、起こすなよいうことですけれどもね、えー、そうい思うとこの間先輩のね落語家さんがこの喉のあの ポリープの手術したんんでですす声出せないんですよ、えー、でお見舞いに行きましてほんな先輩のベッドサイドにこういうメモとペンが置いてありまして我々こう入っていくと先輩がこうやってこう渡してくれたんですね「えー、筆談で頼む」って書きあったんで「筆談で頼む」って先輩声出せないからね手術してるからうちの奥さんがこう渡されたんですよでこのメモとペンを見てうちの奥さんがこう書いてこう渡したんですね「具合はどうですか?」言うて書いて渡したんですよ。 ほんな先輩がまたこう受け取ってサラサラサッと書いてパッと渡してくれてそれ見たら「うん、奥さんは声出していいよ」<laughs> 手術してないからね <laughs> まあいろいろあるんですが、まあ、結婚するといろいろ大変ですよ結婚前はいいんですよね えー、もう本当にうちの奥さんも可愛らしかったですねもう愛くるしい愛くるしいと思ってましたがねもう20年も経つと本当に厚苦しいですよ、えー、もう結婚前はもう小鹿のようでしたバンビのようでしたね今もうゾンビのようですね、えー、結婚前はね会いたい時に会えばよかったんですが結婚してからは会いたくないのに会わないといけないというね まあ、必然的に揉め事というのは起きるわけでございますがね出て行きゃんだらあもうあの落語に入りましたので気分を切り替えてくださいね <laughs> 出て行きゃんだら出てったるわ二度と戻ってくな誰が戻ってくるかこんなうちちょっとまたまたほらまったよー揉もめるめ音やなお前のところはい お前今日も朝から三回目の喧嘩やないかい近所が迷惑すんにはそのたんびになおい徳さんその振り上げた金槌を下ろしんな不屈なもん振り上げてお前当たりどころが悪かったえらいことなんで尾崎さんあんたも直しやそののこぎりしかしまあ今日はいつのまにしてえらい激しい喧嘩やないかい一体今日の喧嘩のわけは何や?」。 喧嘩のわけと言うて強いて言うたら塩昆布です塩昆布塩昆布が喧嘩のわけでどういうこっちゃいえ違い万年ねんジハンこの人仕事から帰ってくるなりは手の目の前へ弁当箱ボーンと掘り投げて梅干しが来たさかい塩昆布にしてくれてこんなこと言いまんねんわたいね近所の年寄りに聞きましたんや梅干しは体にええー、いうて せや酒井わたいこの人のことを思って一生懸命つけたんですせ梅干し。あれ手間ですせ下手とんのに三日も四日もかかってようよう出来上がった梅干し飽きた酒井塩昆布にしてくれと言われた途端にも腹ん中に溜まってたもんを一気に噴き出してほんで喧嘩になったんです。なるほどないやいやあんたに悪いところはないあんたに火はない。 わしがこの男にポンと言うたらそこ黙って座っとるよおいお前な嫁はんがお前のこと表つけてくれてんにゃ目星くらいお前食うたったらどないや甚兵衛あたいね目星決して嫌いやお前どっちか言うたら好きでした日にいっぺんだけやったらほら弁当のおかずに入れてくれるぐらいのことやったら文句も何にも言わんと喜んで呼ばれますけどね。<laughs> そんな名前さしい話あれ。毎日朝昼晩、朝昼晩、サンド、サンド、梅干しば。っかり。この中、くない梅はやおめんけど、ほらもう梅干し料理さしたら日本一です。ほら梅干しの焼いた、に梅干しの炊いたんに梅干しの天ぷらに梅干しの唐揚げに。この頃梅干しの一夜干し、一夜わけの分からんのもおまんねえ。この間なんかね、弁当箱の蓋開あげたらほぐした、えー、梅干しで白ご飯の上に。 「ああほう」やってバカにさらしやがって「せやさかいなんぼ好きなもんでも嫌いになりまんねんじめはこの頃ね私梅干しどころの騒ぎやない電車に乗って梅田駅が近づいてきただけで唾が湧いてきまんねん」「せやさかい梅干し秋きさかい塩こぶりしてくれちあた,たる気持ちいい」「分かってくれましたろく泣きな」。 お前らの話聞かししててもうたたわ、うんアホららなってきたお前ら結局な仲がええねやなただいかんのお互いに思ったことをすぐに口に出してしまうさかいに売り言葉に買い言葉ほんでけんかになんねやまあまあわしの話も聞いてんかこれはなまあ人から聞いた話やさかいに嘘かほんまか知らんねやけれども何でもこの世の中には堪忍袋とかいうもんがあるんやってあおおきさんうん。 そこに手ぬぐいがかかってるやろああそんなもんでもええ何でもええまあとにかくな袋をこしらえるただしこれは誰にでもできる袋というもんやないな腹立つことムカつくことを持ってる人がや、まあ、心を込めて一生懸命に縫い上げるというと、まあ、100回に1回いや1,000回に1回の割でこの袋ができるでこの袋に紐を通してこれが堪忍袋の大やな。 こんなにむかつくことをわっと言うてひもでぎゅっとひめると,いうとへへへ言うとへへへっちゅうてわろて暮らせるとこういうこっちゃお前らもいっぺんこの袋こしらえてみたらどないやいやいや言うて喧嘩すんやないでおなわしは帰るわなさいならどうもおきにあすめんでしたもう喧嘩かなんかしめんどうもおきにごめんわめんえ今めじんまんが来てくれた得げないげん,んその教えてくれたおめえ金袋ちゅうの早くぬい そうに言う言なあんたにそないやいや言われえでもな堪忍袋っちゅうのちゃんとぬてますなんやねあのなあんたがそないにわてのことなボロクソにやいやいやいや言うにあったらなわてがここへ嫁に来る前にやあんたがわてに言うたことみんな言うたろうかな結婚前に言うたこと言うたろうか 言うぞ恥ずかしいぞ。<laughs> わての方向先にやあんたが出入りの職人として仕事に来ててわてが茶入れた時にたまたまニカってしてたったそれだけのことで勘違いさらしやがってわてを蔵の横手へ連れ込んでなお前の気持ち分かってんねんお前俺のこと好きなんやろなうーんかうーんかうーんやろうって。 うんうんう,んうん、ん、ん、子供にうんこさすみたいに、ね「なお前の気持ち分かってんねんお前俺のこと好きなんやろ何をもじ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 してんねん恥ずかしがってんのか」って嫌 <laughs> がってたんじゃおなこともわからんと勝手に勘違いさらしやがってな,なお前が嫁に来てくれたら何にもせんでもええニコニコ笑ってるだけでお前が嫁に来てくれなんだら俺はもう死ぬ。 これはもう死ぬ言うて <laughs> あん時死んでたらよかったじゃがましゃあう早いこと縫えでけたわ縫えたわあホかほんまなんやねもしもな俺が堪忍袋になってたらな腹ん中に溜まってることみんな言ってすきっとしたんねん向こう思いとれえ会社勤めしてる頃は仕事仕事でちょっとも家に寄りつかんかったくせに。 定年退職してからは朝から晩までずっと家に居続けやがって朝飯食べながら昼飯何にする昼飯食べながら晩飯どないする飯しか話題がないのんかし <laughs> な、なに何わ笑うてんねんお前なやそれはカニ袋になったんかこっちかせお前俺の方が痛い,いことあんのんじゃ向こう向いとれ痩せたい痩せたいいうくせに。 バクバクババク,バク食いやがって痩せるために乗馬始めたら馬だけが痩せるし痩せる石鹸つこたら <laughs> 石鹸の方が痩せるしこの頃お前座布団からケツはみ出してるがない言うたらあれ洗濯して縮んだんかな縮むわけないやろ。えああ嫁に来た頃は細い細い体やったのにどん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 でかなりやがって体の線が全然戻れへんやろ。この間孫の運動会行ったら 前で体育の先生が笛ふ吹ふきはったら元の体型に戻れピーシューお前の前で笛ふ吹ふいたのかシュー何を笑ってんのまあ、あんたの笑顔が一番腹立つんじゃんほんまにもうこっちかせほんまにもう。 人には高い化粧品使うなって偉そうに言うくせに自分は高い高い育毛剤ざいさんぎさん買い込みやがってこの頃毛根に力がないから前に垂れて胸にかかって胸毛が濃くなってるやないか正面行ったら周りにポロ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 こぼしやがって歯、はあ、磨いたら「うーっえずきやがってえずかなよう歯、はあ、磨かんのか。 たまの仕事や言うたら NGK の落語会出かける時におお久々に客笑わしてくるわ客の笑顔が俺のパワーやからな言うて来てみたら誰も俺へんやないかいっしゃまあこういう具合にこの2人の間に堪忍袋というものがまあ見事に出来上がりましてどんどんどん不満を言いましてねどん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 機嫌がようになったんでございますがあまりにも。 不満を言い過ぎたために堪忍袋の方がプツッと切れまして今まで言うた悪口が外へバーンこれ聞いて二人また喧嘩になりよった。 ありがととうございます。桂文太と申します。しばらくの間お付き合いを願いますが日本人はね宗教心がないとか申しますがそんなことないんですが上手に住み分けをしておりまして我が家でもね12月24日クリスマスイブ私がクリスマスケーキを買うて書いてありますと二人の娘たち喜んでますよジングルベルジングルベル清しこの夜真っ赤なお花のトナカイさんは。 喜んでますよ,よう考えたらうち浄土真宗やったりするんですけれどもで正月になりますと近所の神社に行きまして手を合わしますこれ神道ですしねお年玉のやり取りをするこれ道教ですし鏡持ちにいろんないわれがあってお年寄りを大事にせないかこれ儒教ですわな上手に住み分けしてますねこれが終わりますと エベスさんでしたろ商売繁盛でさっさ持ってこい商売繁盛一番商売繁盛してんのエベスさんや思いますけどね一年を三日で暮らすエビスガ顔テなこと言うでございますこれが終わりますと初天神やとか初不動なんていうのがございますしこれが終わったら節分ですわな豆まきしますわ私子供の時ねあの豆食べたかったんや。 う今年の数あの豆を食べる言うたら歯、はあ、浮きますからね。で恵方巻きですか、うん、今年は南南東やとか南南西あんな一体誰が決めまんやろうね。恵、う、方、ん、の方向いて巻き寿司を丸かぶりせないかその間物言うたらあかんあんな一体誰が考えましたやろうね。でだんだん巻き寿司が豪華になりましてねうなぎが一本巻いてあったり。 うん、中には焼肉のカルビが巻いてやんねん、うん、こうなったら宗教も何にもあれへんさかいね。これが終わりますとバレンタインデーですわ。バレンタインデーですね。う,ん、うちでもね嫁はんが、うん、チョコレートくれますね大きい大きい板チョコくれますねで私がねお母さんから板チョコもうたー言うて喜んでたら下の娘が言いまんねんお父さんそれ3割引きやっていらんこと言うな。 お父さん喜んでんねんさかいほな二人の娘が言いまんねんなこれからお父さんに手作りチョコをプレゼントする作戦ごもうそんなええねんそのまま食べた方がおいしいねんあれ湯煎言いまんのんかチョコレートを溶かしてね肩にこう流して今は食紅でええのありまんねんな、うん、色つけたり字書いたりねお父さんなかなか固まれへん冷蔵庫で固め冷蔵庫で。 冷蔵庫で固めたら飽きませんね油分が分離しまんねんな、うん、お父さん大好きいうのがお父さんのボケに見えたりしましてね色も分からへんわマンダラモンドロや色もマンダラモンドロや分からへんね、うんチョコレート食べようとしたらね何かに似てますね何かい,いな思ったらねこれね奈良公園におりましてね鹿の糞を専門に食べてるルリーロセンチコガネ、ね んんがにとねん、うん「チョコレートかじってんのんかふんころがしかじってんのんかわからんというねそれが終わりますと今度はひな祭りでししゃろ二人の娘がうとてますわ『明かりをつけましょ爆弾にお花をあげましょ式びです』『五人林が死んじゃった』」。 今日は悲しいお葬式こんな歌歌うとてますわ考えたらね上が32で下が29やったりしますからねちょっと冷たいものが背中を流れたりいたしますがねこれが終わりますと4月4日これおかまの日や今ねこれ何で言うたらね3月3日がこれ女の子の節句でしょ5月5日が男の子の節句。 その間でこの日は言んねねけどねで6月6日がこれラーメンの日やとかね7月7日がこれ七夕ですか8月8日これパチパチでねそろばんの日やとか9月9日が朝陽ね10月10日はこれ体育の日やったんや分んかりやすかったやん体育の日がこの頃変わんねんな。 うん、ですから我々では10月10日は染丸のお兄さんの誕生日は言うてるんですけれどもおめでとうございます。で11月11日ですねこれね漢数字で書きますとプラスマイナスですわですから電池の日やとかねで12月12日これね石川五右衛門が釜入りにされた日でね 田舎に行きますとね「12月12日」と書いた札が逆さまに貼ってあります玄関に、うん、これ泥棒が入らんようにというまじないやそうでございますがねでまた12月24日クリスマスイブになるというねまあ日本人は上手に住み分けをするそれが日本人の知恵かも分かりませんが大阪福島羅漢前泥亀長屋に。 祭殿という盆参がおりましたこれはねちゃんと塩を積んだ盆参やないただ頭丸めましてねそれらしいかっして首からズダ袋を下げよってね人の家の軒下に立ちますとナムアミダブナムナムあの終始違いまんねんけどオンボキャベロあのそれとも違いまんねんけど あなたは神を信じますか「何でもありという盆んでいたってしぶちんで若い自分からずいぶんため込みおったこの再年がふとしたことからわずろうた隣に住んでおりますのが金山寺味噌を売って歩いております金兵衛で「盆ボンさん、あ金兵衛さんですかどうやあんばいは?」。 どうも具合が悪うてえらい熱くさいがな医者には見てもうてんのんかい医者には見てもらいまへんね医者に見てもうたら薬料取られますさかい薬でもこうて飲んでんのんかい薬は飲みまへんね薬小商売ちゅうて儲けられますさかいほなどないしてんねん。 水飲んんでは便所に通うてまんねんへえそんなことで治るかいそのうちに病が下ると思ってようそんな大変ないこと言うとんな人間な日頃から食いたいな思ってるもんを食ったらまた体に力が湧いて元気になるちゅうでんぞ食いたいもんあるかいなんやったらわしが買うてきたるさかい それやったらヨモギ餅が食べたいへヨモギ餅が食べたいよもぎ餅ああ、表通りの餅屋で売ってるあれかいな皇帝鬼太郎まだやっとるやろで、何分ほど食いたい二缶ほど食べたい二缶年寄りにわるわりに餃さん食うねんなおな、皇帝鬼太郎さかい金出せ いや公的金出せいちゅうねん金出すぐらいやったら頼みまへんがな金兵衛さんあんた見舞いに来たんですさかいにあんたが金出しとうくんなはれしゃあないやっちゃなおう公的たったうん二にやさかい業さうあるからさ食わんかいえらいすんまへん金兵衛さんどうぞうちへ引導くんなはれいやいな人が公的たったやないかい。 目の前でで一つでも食わ,んかいわて人が見てるちゅうと物を食べられまへんねん。どうぞうちい,いんで自分で茶入れて一服一とくなれ。しゃあないやっちゃな苦しなったら呼びやじきにな飛んできたるよってんなあほらしなってきたなおい。人がな金出してこうてきたってやないかい。金兵衛さんも一つお上がり昔かしやがったらいいのにな。何かやな。 あれりで食うつもりかえよくどうしやっちゃなどんな顔で食いよんのんかちょっとのぞいたろうかうんこのな壁に穴開いたんねえさかいなふっふっふっおうおおはい出してきよったかな汚いなーええ団からはい出してきで身の虫やがなまるで風呂へ入らんよってに赤まみれや穴になりとないな。 目の前によもぎ餅も置いて何や考えとおるがな早いことパクパクパクって食いやがったらいいのにな何をしとんやよもぎ餅もをみな半分にちぎっとんでよもぎ餅も半分にちぎって中のあんこだけなめとおるがななんぞのおまじないかやな何や何やおいえ

金を持ちに詰めてわしゃ金持ちは万歳を思とんのかよなな、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 何をすんねんなおい金に気が残って死なれへんねんなな、な、なにかいなおいあれみんな飲むつもりかよおいうわばみやがなまるで <laughs> へえ見てられへんがな <laughs> 見てるけど

ここ,へはけここへはいたるここへおおおおお死に寄ったがなえらいもったいないことをさらしやがったな腹ん中にな金がいっぱいあんねんで何とか取れんかいな、うん、口から手突っ込んで、うん、口から手入らんなそうや棒持ってきてケツからついたろかところてんやったらでんねんけどな足持って逆さに振ったろか逆さに振っても鼻血も電んちゅのこのこっちゃな長屋の連中にやで。 ンさんが金飲んで死んだてなこと言うたらみんながうわーっと来てこいつの体パラパラやでおい <laughs> もったいないことさらしょったな、うんうん、どうにうかな金取れる方法ないかいなそうや葬式ごとをしてやな、うん骨上げの時に金だけ取ったろうかそのへんしたろ家主さん家主さんおうどないしたんじゃ今しがた再年が死におりましてな ね年がいやいなわずろうてるちゅうのん聞いてたよっていな見舞いにいてやろうと思ってたんじゃがそうかそゃかわいそうなことをしたな見舞いにいてやりましたらなよもぎ餅が食べたいとこないいよるんだでわてが二貫の金を出してよもぎ餅買うてきたったそれを目の前でうまそうに食べおりましてなそれでほっとしたんか急に変が来て金兵衛さんわてにもしものことがあったら。 「あんたの知ってる寺にわてを葬っておくんなあれとこを頼まれましたんや」「せやさかい葬式ごとをしてやろうと思いまん」あ「あそうかいないやいやこういうことはな人にすんやない皆な自分にすんねんさかい」あ「あそうかそうかあそっちの頼んだであばあさん聞いてたやろがな再年がとうとうようなかったそうな、うん、これからな行ってやらないかんで、うん、そのな線香と、うん、ろうそくを貸しとくれそれからな はああ若いもんな買いに走らしとくれや、うん、ちょっといてやるでんなあの支度できてるかいな家のさえれすまんこってございま仏はんはええそこに入ってまんねんそこに入ってるってこれおまはん漬物の樽やないかいな、ええかん OK、買う金がおまへんよってにでこんな漬物の樽どこにあってん長屋の井戸端に干してありましてん。 これうちの漬物の樽やないかいなああさよか終わったら返しますさかやこれこれそんなもん返されてたまるかいなどっこいっしょとかわいそうなことしたもんじゃな、えーえーえー、もわみだぶつなもわみだぶつなもわみだぶつなもわみだああ長屋の集会なさあさあこっち上がってんな線香あげてやっとくれかわいそうなことしたもんじゃんで寺はどこじゃ 寺ね寺あの小妻絶好釜梨村の木蓮寺でんねん小妻かいな随分と遠いなで明日寺の方に持っていくんかいさそれでね、うんねん明日いうことになったらね長屋の連中商売半日休まなあきまへんやろそんなことしたら釜の蓋が開きまへんがな、ええ、死んだ仏藩も大事ですけどね生きてる仏藩も大事でさかい。 そんなおかしな言いをうすんじゃないかな清酒井今晩中に寺の方に掘り込んでしまおうと思ってまんねん、うん、その方がええかも分からんなああそしたらな誰ぞに仏藩差しにないでいてもらわないかな誰がええかいな、うん、今月の月晩と来月の月晩というようなことにしようか今月の月晩は誰じゃよっさんかいなおなよっさんと来月の月晩は満、ま、んさんかいなおなよっさんと満、ま、んさんで仏藩 差しいいでいてくれるかああ、ああ「さようかおいえまた二人で仏壇担ぐねんそうそうこないだも二人で担いでそやなこないだ誰担いでんノリアのおばん死によってなノリアのおばんを二人で担いでん、うん、なこれで二度目やそうそう二度あることは三度あるちゅうさかい近々誰ぞ担ぐやろなあそうやな まあ年の順で言うたら家のさんやろこれこれアホなこと言うにゃないがんなみんなな支度していくんやで表が暗いよっていな提灯を持ってきなはれなんじゃいなおま半裸の提灯はぶらり提灯持ってくるもんがあるかいな思うたら小田原提灯誰じゃ誰じゃ高張り持っていくんのどっから持っていくんにゃなんじゃいなその提灯はええー、うん構通具どっから持っていくんね お宮の提灯やなないいかいなその提灯は何じゃえ天馬天神繁盛って怒られるでそこの大きなふぐの提灯は何じゃえずぼらやどっから持ってくんね大当たりんのこっちゃほんまにもう仏藩はな二人で三日に,にないにして、うん、表がなあその暗いよってにな仏藩当てたらいかんで傷つけたらいかんよってにな明かり持ってるもん。 足元照らしてやらないかんがなほんで仏に知らせないかんさかいな声をそろえとくれや「それンや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 最年のそれやめでたいそれンや」「誰や誰やめでたいってなこと言うのはあほなこと言うにゃないでそれンや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 最年のそれや」 「今度は家の主や」なあほなこと言うにはないで。わわわわ言いながら福島羅漢前泥亀長屋を出ましてあれから明徳寺五百羅漢へ出まして潮見橋から堂島へ出まして玉江橋から中之島へ出ましてその頃奥田様川田様というお屋敷の前をまっすぐに。 仙壇の木橋から栄筋へ出まして仙場の平野町へ出まして淡路町から本町へ出まして純家町から長堀橋を渡りまして島の内の油町へ出まして日本橋を渡りまして日本橋三丁目から長町裏へ出まして今宮の江別山の東の筋をまっすぐに住吉街道を南へ取りまして萩の茶屋から天河茶屋へ出まして。 その昔太閤さんが団子を食べたという千成屋という団子屋の前をまっすぐに小妻街道へ出まして大黒坂を下りまして千本へ出まして蛍井坂を上りまして一本松小妻絶好釜無村の猛古連寺へ出てまいりました時にはもう皆ふらふらでございます。私ももうふらふらでございますが「おいえ寺はどこへ寺はどこや、うん寺はこれや寺はこれうわ汚い寺やなおい

店へう酒屋の出っちと間違合うとおるがな福島羅漢前泥亀長屋金山寺屋の金兵衛やええ何よ金山寺味噌を売りに来たどれ言うたらええね金山寺屋の金兵衛連持ってきたんや金兵衛が死んだんかよおいおい福島羅漢前泥亀長屋金山寺屋の金兵衛やええ何よ 福島らかん前泥亀長屋金山寺のきめ何がおい金山寺のきがえかやそれやったらそうとはよ抜かせ最前から言うてれないかいおいここはけんかいほらほらほらそのもんなあかんのじゃ前の嵐でなひっくり返ってそうと起こしてかすがいで止めてやるどん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 たたくないやいなこないだもなそっち側にひっくり返って三人死によってほんまかいおい どこから入ったらええねんこの寺な入るところがないどんな寺やねんそっからな右の方へ回れ右の方へ、うん、ほな大きなイチョウの木があるその下がトウバガキになっててな野良犬が出入りする穴が開いたるそっから入ってこいえらいところから入らないがんなどうやらここらしないよは予算さ算先入ってよっさ算先入ってわい超えてるわい超えてる超えてるさかええねん」。 置いてるもんがさっき通ったらあと入れやすい早いかんか早いかんか早いかこらこらこらケツケったりしないグズグズいな早いけ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 どっか一緒とえらいすまんけどな仏はんな本堂の方へ持って行ってくれるかよわしな栗の方に回って和尚に話つけてくるよってにう久しぶりやな近平かえらい久しぶりやなえらいごきげんやなちょっとな えー、するめが手回ったよってな今ひであぶっていっぱい飲んどんにゃん、うん、お前もいっぱい飲まんがいやいやそれどころへないね実はな、ね、うちの長屋の隣の坊主が死によってな閻魔藩の総連で行くところがないねん寺へ葬ってやりたい百貨のしきりなんぼでしてくれるそうやなここのとこな総連がしけやさかい総連がしけてなこと言いないなそうやな 天舗6枚出してくれるか店舗6枚高いやなお前5枚にしときなお前もそれねぎるなお前天舗6枚5枚6枚5枚6枚分かった分かったおな天舗6枚出すがなで仏庵はもう,もう本堂の方に持っていってんねもう本堂の方持って行ってんのかい分かった分かった支度していくよってに和尚も証拠となしね ふらふらふふらふら立ち上がりまして今朝頃ろも今日うと思いましたんですがそんなもんもうひ茶入れて飲んでしまてるもんですから何にもないその辺をかき探しますというと大きい一反風呂敷が出てきた真ん中破けてるもんですからそこへこう首を突っ込みよってね何のことはないほおずきの化け物みたいになりよってほすがないもんですから埃り畑を持ちますというとふら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 本堂の方へやってきよった本堂は何にもない ガランガラン何にもないもう皆ひっちゃ入れてね飲んでしまうよって何にもないがら、うんがらご本尊も阿弥陀藩も何にもないがらんがら第一おとのするもんがないしょうがないんでねみかん箱こうひっくり返してその上に丼鉢、うん、湯飲みのかけたやつを置きましてね茶筒の蓋を裏向けて。

大きい油虫やぶちおい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 摂取をしなや分かったなむあみなむなむわみな10ゲーム10ゲームごこうのすりきれかいじゃり水魚の水魚まつうんらいまつふらえまこうるところにすむところ やぶらこじぶらこじパイポパイポパイポの修輪が修輪がんのグリンダイグリンダイのポンポコピーのポンポコなのちょうきうめのちょうすけちん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 金曜へ金曜,え金曜え

これからようなんねんけれどもね、ああ、そうですか。はいはい。おお、しこ、もそんなことして何になんねん。皆偉い悪いけどな。ペラがこんなんや、酒い茶の一杯も出されへんねん。今宮あたりへいたらな、夜通しやってる屋台があるさかいに、好きなだけ酒飲んで、うん、好きなもん食うて。自分で金払うって帰ってくれるか、何を抜かしてけつかんね。金兵衛は。 和尚に天保6枚渡しまして焼き場の切手をもらう台所に回りまして出刃包丁を手ぬぐいに包んでこれを腰に刺す仏藩を担ぎましてね寺を出たのは世もかなりふけております焼き場の方へやってまいりますと「おい焼いてくれよい焼いてくれよわわわわどっから来てんどっから来てん」どっから来てん。 ぜっこうかまなし村の木ンじゃコツまがえ随分遠いなそこ開いたら入ってこい入ってこいえらいすまんなどっこいしょっと焼いてくれ焼いてくれ焼いてくれってお前漬物持ってきたんか嫌味を抜かすなお前は駕籠家が変わらへんさかい漬物の樽に入ってんねないかい焼いてくれ順番やさかいな行っちゃん最後には行っちゃん最後にはんなこと言わんと先焼いてくれ先焼いてくれえっ先焼けへんの 先焼けへんかったらお前を焼くぞ何をぬかん。でな焼くのにそのコツがあってなどんなことゃやん。ほなどう焼いてもええけど腹だけ生焼け、うんな。生焼けもしくはこんがりきつね色。そんな焼きようがあるかへんね焼けた頃に来るでおい焼けたかい焼けたかいこんがり焼けたかい。芋買いに来たみたいぬかしてけやつからなそこ開いたらいてこいといてこい。どこやもう行っちゃうんけ行っちゃうんかいっちゃおうんか。わわ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 言う,っう,っうてたやろがなお前。 生焼けもしくはこんがりきつね色や言うてんのにあんじょう焼きやがってほんまにもうこんなんお前どこがどこか分からへんがなお前おうおうおお骨揚げやろうこつつはうんツツは、うん、そんなもんないねそんなもんないねそんなもんないってお前なかったら売ったろかそんなもんいらんねいらんってお前骨揚げと違うのかい骨揚げやけども骨つはいらんねんほんまにあんじょう焼きやがってお前これやったらお前どこがどこか分からへんがなこの棒でうわいわいわい何をすんのお前。 そんなことしたら骨も何もバラバラになってしまうが骨なんかいらんの骨なんか骨なんかいりませんお前骨いんのほなお前に骨やるでお前もいらんがなそ,そっち向いとれそっち向いとれいやいな仏はんが言うてたんや遺言,い言いやがなこつわはやお前一人でやってくれ言うててんこれでは分からんなこの出刃包丁を出しは何もしてんの。 出ば坊主だしなに仏はの遺言やがなこつわぎは出ば坊主でやってくれ言うとったんやなこのあたりこのあたりこのあたりおおおお,おピカッときましたでピカッとピカッときましたでこれですよピカッときましたこれをこれを何をしてんのお前骨をたもとに入れて何をしてんねお前は分からへんねお前はお前は分からへんねん <laughs> さえならおいおい 焼き鎮置いていいてかかかんか焼き鎮なんかいらんがなならが泥棒お前が泥棒やがなこのお金を元手にいたしまして多左門橋で餅屋を始めましたこれがえらい当たりましてねどん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 お客さんが参りますがある日のこと「はいあごめんあお坊さんやどうぞこちらへ何を差し上げましょうよむぎもぎ餅をな2貫ほど」。 よもぎもちを二貫でございますか金兵衛が恐る恐るお坊さんの前に二貫のよもぎもちを置きますと言うとそのお坊さん再燃がしたようにねよもぎもちをこう半分にちぎり始めたびっくりした金兵衛がお坊様それ何かのおまじないでございますかいやいやそうやないこの中に入ってるはずのな小粒を探しとんのじゃお時間でございます